はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。昨日ですね、ヒューストンアストロズに対する一連のサイン盗みに対する、処分がいろいろと発表されたところではあるんですけれども、その翌日にですね、ボストンレッドソックスのアレックス・コーラ監督が解任という、また衝撃的なニュースが飛び込んできました。で、コーラ監督はですね、アストロズ時代の、2017年に、かなりサイン盗みに深く関与していたというふうにも言われてましたし、で、また2018年からレッドソックスの監督にはなっているんですけれども、そこでもサイン盗みの疑惑が今浮上しているところで、コーラ監督に対して何らか処分が下ることは、ほぼ間違いない状況ではあったんですけれども、まさかの MLB からの処分を待たずに解任というところで、私もこのニュースを聞いた時は非常に驚きました。で、コーラ監督が、サイン盗みに対してどういう関与をしてきたのかっていうのをこちらにまとめてはあるんですけれども、こちら昨日の動画にも同じものを載せているんですけれども、アストロズ時代から非常にこうサイン盗みをむしろ主導しているような立場にありました。サイン解読のためにリプレイ検証用の電話を悪用したりですとか、あとはサイン解読用のモニターをベンチ裏に設置したりですとか、非常にですね、こう数々の行動からも、サイン盗みを主導していた立場にいるっていうのは、ほぼ間違いない状況でしたし、で、レッドソックスに移籍してからも、アストロズ時代に使っていたような手法を使って、サイン盗みをどうもしていたようなので、正直かなり悪質だなというのがちょっと率直な感想ですね。で、こちらが今回ボストンレッドソックスが発表した声明なんですけれども、厳密に言うとコーラ監督は解任ではないんですね。一応チームとコーラ双方が合意の上で、コーラが監督を離れるという決断に至ったというふうには書いてあるので、厳密に言えば解任ではないんですけれど、ただタイミングとかも考えると、事実上の解任と言ってもいいのかなというふうには個人的には思います。で、今回レッドソックスが発表した声明の中では、サイン盗みに関する言及は一切なかったんですけれども、ただコーラ監督の発言として、レッドソックスが前進する上での邪魔になりたくないので、今回監督を離れるという決断に至ったというふうに、書いてありますので、実際のところはサイン盗みの問題、一連のサイン盗みの問題の責任を取って、監督を離れるというところが、言い方としては正しいのかなと思いますね。はい。で、なんでレッドソックスがこのタイミングでコーラ監督の、事実上の解任を決定したのかというところをちょっと考えてみたんですけれども、思惑としてはこのあたりのことが考えられるのかなと思いますね。昨日 MLB が発表した声明文を読めば、コーラ監督がサイン盗みに深く関与していたことは明らかですし、何らか処分を受けるのはほぼ確実な情勢だったというところもありますし、またアストロズがですね、サイン盗み問題の件で、ヒンチ監督を即日解任したことを考えれば、やはりレッドソックスとしてもコーラ監督の処分が決定次第、アストロズと同等の行動は必須の状況だったわけですよね。で、MLB の調査結果、レッドソックスに対する調査結果が、いつ出るかはちょっとわからない状況なんですけれども、いつ出てくるかもわからない調査結果を待つよりかは、今からでも、監督選任を開始して、少しでも来季に向けて、準備をするための時間を設けた方が、もしかしたらレッドソックスとしては得策と考えたんじゃないのかなというのが、ちょっと個人的には思いましたね、今回の処分を受けて。で、ここで気になるのが、選手としてサイン盗みに深く関与していたとされるカルロス・ベルトランを今年から監督に就任させた、ニューヨーク・メッツはどうするのかというところですよね。で、監督に就任した当初、ベルトランはこのアストロズの一連のサイン盗みへの関与を否定していたんですね。記者からの取材に対して、いや、私はそのセンターのカメラの存在は全く知らなかったというふうにコメントを実は残しているんですね。ただ、実際には、昨日 MLB から発表された声明文を読めば、アストロズのサイン盗みに関与した選手として、唯一ベルトランは名指しで書かれているんですね。ベルトラン2017年時点では、選手だったということもあって、今回のそのアストロズの一連のサイン盗みに関して、処分を受けることはないんですけれども、ただ、そのアストロズが、即日ヒンチ監督を解任したりですとか、あとは、レッドソックスが今回コーラ監督を、事実上の解任に至らせたということもあって、メッツも少なくとも何らかベルトランに関して、
まあ、その、まあ、解任っていうことは多分ないとは思うんですけれども、まあ、何らか声明文出さないと、ちょっと、さすがにベルトランこのまま監督をやらせるわけにはいかないんじゃないかなというふうに、ちょっと個人的には思いますよね。で、現状メッツはま、声明文も出してませんし、まあ、何らかこの件に関して記者会見を開く予定もまだないみたいなんですけれども、まあ、ちょっと今後ですね、このメッツの、まあ、ベルトラン監督も含めて、まあ、どう動いてくるのかっていうのはちょっと今後も注目して見ていきたいなというふうに個人的には思いますね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回のアストロズですとか、まあ、レッドソックスのサイン盗み騒動、まだまだ終わりが見えない状況ですので、まあ、またですね、新しい情報が入ってきたら、まあ、皆様にですね、お伝えできればと思いますので、まあ、よければぜひチャンネル登録の方もしていただけると幸いです。それではこの動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。